皆さんこんしましま、ニャンティスの新猫好きです。ゲットアロボ大決戦、実況プレイ今日もやっていきたいと思います。前回はですね、研究所を救えっていうことで、立花研究所の方に行ってたら、まあ、百鬼帝国がいて、まあ、ちょっとそこでバトルが繰り広げていたんですけれども、まあその時にね、新しいゲッターである、まあ、ゲッターロボ号がね仲間になったっていうところなんですけど、まあ終わりの方にね早乙女研究所も襲われているっていう感じで終わったんですけど、まあ結局ね立花研究所の方に残ることになったんよね。うん、さて、まあ乗り換えとか特にやらなくていいかな。よし、このまま行こう。第6話研究所を救え後編。これも第6話っていうことになってるんやね。と、立花研究所での戦いの最中に、同時に早乙女研究所が百鬼帝国の攻撃にさらされてしまう。しかし、罠の気配を感じたゲッターチームは早乙女研究所防衛を基地戦力に任せ、立花研究所の防衛を続行する。こういう時にね、まあ、ガンダムとかマジンガーとかいたら、そっちに行かせるんだけどね。そうもいかんだろうな。早乙女研究所には最低限の防衛設備があるはずよ。まあ、あれだな、ゲッターロボジー軍団がね。こっちを片付けてから救援に行きましょう。そうそう、後で救援あげるからって。あれ、これあれなんだよね、前回の位置でやりますよみたいな感じではないのね。まあいいや、とりあえず合体しようか。よーし、じゃあまあね、一応やるか。よし、じゃあゲッター、前回はゲッター5使ってたから、じゃあゲッターショーとか使ってみようかね。これが、ゲッター2に当たる機体ね。ゲッターショーやね。これあれやね、立花ショーがもう、まあ、メインパイロットでっていうやつだね。ショーはちょっと体力は低いけど反応とかまあ平均的やね。操縦がちょっと低いんかな。まあいいや、とりあえずこれでこいつ、この敵なんとかできんかな。ストリングアタックは結構射程長い。ブレストボンバー、トルネードアタック、ブレストボンバーが結構強いな。お、トルネードアタックすごい。1、2、3、4、5、6、あ、かなり距離ある。強えじゃん。じゃあこっからでも撃てるってことか。よし、じゃあちょっとトルネードアタックいってみよう。ほい、めっちゃ射程長い。トルネードアタック。あれなんだよね、ゲッターショーって空飛べるんだよね。こうゲッター2なのにね、こうなんかゲッターロボ5とこうゲッターショーはちょっとこう地形適応みたいなのが逆になっているパターンなんだね。じゃあまあちょっと一旦ゲッター2系に合体して、どうだろうな。まあこの辺に立っておこうか。で、こっちはゲッターポセイドンに行こう。ね、海の中でなら戦えるぜっていうことで。よし。で、シデンはここに移動させて。まあ、ちょっと攻撃はできんか。よし。で、まあ、これで、ターン終了。あの敵も初めて見るな。お、来やがったな。あ、でもね、結構こっち強いんだよな。まあいいや、フィンガーネットでもう一気に倒そう。こいつ海補正多分そんあんま変わらんのんだろうな。結構攻撃力高いしな。フィンガーネット、よしよし、オッケー。
当強いよね、あのフィンガーネットの恐ろしさ。もう海の中だったらゲッタービームよりも強いんじゃねっていう。おお、どうしよっか。あー、まだそん結構あれだな、ゲッターアームあたりでちょっと倒してみよう。ゲッターアームあれだよね、あのハサミみたいなやつよね。今まで使ってなかったな。結構痛いな。なんかクレーンゲームみたいな腕掴んで、あーまあまあ強い。これはちょっと防御しとこうか。弱いね。なんか三日月みたいなやつは海補正があんまり高くないんだな。よしよし。そうだな、もうここは一気にドラゴンで叩いた方がいいかな。もうゲッタービームでもうビャーンとこっから。一気にもう倒そう。もう先手必勝。多分一撃で倒せるかな。倒せ、一撃でゲッタービーム。ゲッタービーム。まあこいつは倒せるね。おお、やっぱり龍馬強い。新生ゲッターも強いけど、やっぱり今のゲッターはもう別格に強いね。もうレベル9とか。いやー、格闘、龍馬の格闘の高さよ。射撃はかなり低いけど、もう龍馬本当ゲッター1タイプからもう乗り換えできんな。やってみるか。今度はこのブレストボンバーにしようか。同じあのエネルギー消費やし、20しかこう消費しないっていうところは嬉しいね。ブレストボンバー行け。ブレストボンバー、やっぱブレストボンバーそこからなんだな。ねえ、永井豪先生のロボットアニメのね、なんか女の子が乗るロボットって大体こうお胸がミサイルだよな。なんでそういうことになったんだろうね。こうお胸がミサイルっていう、女の人にちょっと、女の人はこういうのを見てどう思うんだろうね。ちょっとね、別にやらしいやつじゃないんだよね。ぶっちゃけ言うとそんなにやらしいことじゃないけど、お胸がミサイルってどうなん。ねえ、女の子のお胸はミサイルっていう認識。うわ、クリティカル出てる。おお、ミチルさんやるじゃん。レベル7、レベル8。でもなんかミチルさんは反応がズバ抜けてるな。あとは格闘とかめっちゃ低いけど反応だけズバ抜けて強いな。武蔵はもう体力もう言うことなしやけど。こっちに来ないで。ね、やめてよして、近寄らないでみたいな、ね、うつる、コロナがうつるみたいな、まあ、あんまりね差別しちゃいけんけどね。わーって来て、痛い。700は結構痛いな。確かに突撃ってそのままなんだよ。
よし。じゃあそうだな、今どういう状況、ああこういう状況か。シャムコ行け、おりゃー、お楽しみはこれからよ。シャムコちょっと非力やな。まあそれはもう知らない。さてじゃあまあ次はね、このゲッターガイにしてみよう。チェンジゲッター、でこれがね、まあゲッターロボ号のね、まあゲッター3に当たるゲッターガイアね。なんとも紫じゃねえな、緑やな、深緑って言っていいのか、なんかねえ、なんだろう、普通になんか戦車みたいな感じになっちゃったな。ハープーンキャノン、ブレストビームで、スピントルネードアタック。なんかゲッターガイって活躍したシーンはあれだな、なんかミサイルみたいななかったっけな。ブレストビームなんで海補正で下がるの、意味わかんない。ちょっとなんとも謎だな。普通補正は上がるもんじゃないんかな。じゃあこのどうしようか、ハープーンキャノン。ああでもこういうのはな、あんまり過信しない方がいいから、もうスピントルネードアタックで一気に倒そう。いやあれってさ、ゲッターガイのこうなんか武器っつうよりかはゲッターショーのあのね、ドリルの部分だからさ、ほとんどゲッターショーじゃねっていうもん。そういうツッコミはなしか。ザンマコ、強い。ちょっと残るな。ライガーミサイル、ライガーミサイル、ゼロなのが嬉しいんだよな。よし、OK。どうやらあれだな、このクジラに入るのは3機までなんだな。こう、4体とも回復はできないんだね。こう、入れ替えてやらんといけんのやね。じゃあ、試練で叩くか。この蛇線香が地味に使いやすかったりするんやね。蛇線香ね、ビヤーンってなんか発射する瞬間なんか処理落ちしそうだな。こうなんかちょっとスローになるからちょっとビビる。じゃあ、ドラゴンを搭載して、じゃあまあここはもうゲッターゴーでとどめを刺そうか、とどめ刺せるよね。このマグフォースサンダーがねなかなか強いんだよな。まだとどめは刺せんか。何よりこのゲッターゴーのこの戦闘 BGM かっこいいんだよな。チャーンっていう。いやこのマグフォースサンダー、なんか、アニメの時と打ち方違う気がするんだよな、ほんと。ねブーメラン操作ねえし。ゲッター号に来るか。じゃあ、ナックルボンバーでもとどめさそう。ナックルボンバーでね。よくアニメでもとどめ刺しとった感じがするし。うわーって。ナックルボンバー。
クルボンもよく使ってたような気がするけど、エネルギー消費ゼロってのはなかなか嬉しいね。龍馬とかが乗ったらめっちゃ強いんだろうな。このゲッター号を持って敵増援、おえー、めっちゃ増えてる。あー、これはちょっと回避よ。そうか、ゲッター試練はほとんどの技がマップ兵器やけ、反撃はちょっと弱いんだな。うえー、ちょっと勘弁してください。またちょっと影があるやつとかはちょっと強そうだな。よし、じゃあまあここであれだな、ゲッター試練のこの必殺技ゲッター影分身ってやつをちょっと使ってみるか。ちょうど2体並んでるからね。でもなんでね、今までこう、まあ漢字だけもう横文字使わずにやったのに、なんかゲッター影分身だけゲッターでつけたんやろな。なんか試練影分身ってやったら、なんかそれはそれでかっこいい響きになると俺は思ったんだけど、まああれだね、個人的なことだから別にどうでもいいんだけど。よし、じゃあこれをシャムコでゲッタービームで一気に削る。おお、500、うん、いい感じ。そう思えば、なんかあのこのガイのまあパイロット能力で補修ってあるんやね。この補修が結構便利だな。こうこの範囲のユニットの体力を回復してくれるっていう能力で、自分も回復するんだよねこれ。おお、これはなんかガイはどっちかっつうとね、あのまあ修理タイプのキャラなんだろうな。まあそれはそれでね、あの掘ってもらっても全然便利っちゃ便利だからいいんや。ほんまにこのめっちゃなんか海に慣れてそうな感じの、なんかカニみたいなやつ、ちょっと一発ザンマコを打ってやろうか。多分こういうやつ海補正高いんだよな。よし、撃つか。体力低かったらいいけどな。めっちゃ高っ。めっちゃ高いやん。2500近くあるとかって。めちゃくちゃ高いじゃん。うえー。半分ちょっとぐらいか。ちょっとこいつフィンガーネットで倒してもいいかな。ちょっと多分こいつ、海補正高いだろうけな。一撃で倒せんかったらちょっとあれだけど、まあ いっかやろう。うわ、回避されるだと。するなよ、絶対にするなよ。よし、振りにならなくてよかった。よし、海王旗か。いかにもなんか海って感じのね、百鬼獣やな。うん、さっきからこの動いてはね、戻ったりしてるこいつら、なかなかこっちに近づいてこんやつ。そろそろ叩いておこうか。このトルネードアタック強いな。三頭器、さっきいたやつか。こいつも体力が高いな。だいぶ近づいてきたね。
どうしよっか。とりあえずもうトルネードアタックを使いまくってこいつを削ろう。とことんなまでに。トルネードアタック。多分こいつあれだな、海入れないのかな。なんか全然入ってこねえんだよ。こいつ泳げないんかな。多分。こいつは金槌、僕泳げないのみたいな感じのぶりっ子か。泳げないアピールしたってね、男はお前のことなんか誰も助けねえぞ。ほい。お楽しみはこれからよ。これであとはポセイドンで倒せば超上がりかな。もうゲッターチーム、龍馬たちがめっちゃレベル上がるな。これ回避しないでよ、しないでよ、絶対にするなよ。大したフラグ。いやまあちょっと合わせ風車とかでちょっと叩いてみるか。ずっとマップ兵器ばっか使うっていうのもねあれだし。結構回避を選ぶなこいつら。来るか。いやでもあそうだな、フィンガーネットで一応やっとこう。うわクリティカル、マジけ。何してくる。うわめっちゃウケるな。フィンガーネット1400は結構でかいね、このゲームだったら。ここはもう残魔口とかでもう一気に倒そっか。もうちまちませんと。ほい。あーでも低かったな。いっか別に。もういいよね。ちょっともったいないけどね。もったいないけどまあいっか。もうここは黙ってマグフォースサンダー。余計なことを挟んだらいけんでさてどう出るかな。やはり来るか。まあまだ体力に余裕があるからこのレッグブレードで叩こうか。地中に潜って叩いてくるみたいな、ゲッタツみたいなことするな。キークキーク、お強い。結構与えられたな。上のあいつがめっちゃ気になるけど、どうしよっかな。
こは意外と外で叩いてみるかって、これ全然あれだな、スピントレードアタック全然あれじゃん。車内このブレストビームっていうのを使ってみようか。なぜか海ではあの威力が低くなるブレストビーム、これはマップ兵器か、ゲッタービームみたいな運用法ができるんやね。ブレストビーム、思いっきりあの同じ永井豪先生のロボットアニメのあの必殺技とめっちゃ似てるね。うん、よし、では搭載して、あと124か。おお、ここはそうね、もう試練で倒そう。試練のじゃあ先行で一気にポイ、じゃあ先行。たまにはね、こう試練もいい格好したいからさ。届くじゃん。じゃあこの研究所を破壊しない程度にゲッタービームと、ほい、これが最後やけな。おお、めっちゃ強い居住機、わお、居住機、なんか胸が大きい人のことを言ってそうな気がするけど全然違うよね。はい、わあ、ハリケーン、ルストハリケーン撃ってるよ。結構高いな。よし、じゃあまあ、ポセイドンが復活したけ、このままゲッタードラゴンに連携して、で離れたところでゲッタービームを撃つ。そりゃ、ゲッタービーム、一気に削れ。ぬ、ここはスピンカッターでも一気に倒そう。もしかしたらあの反撃で倒せるかもしれん。龍馬さん、反撃でも一気に倒してくれ。スピンカッター、おっしゃー、ちょっと地味かもしれんけど、まあまあね、今のところボス的キャラクターがいないんだよな。多分あいつがボスなんだろうな、今回のステージで。めっちゃ上がったな。よっしゃ、作戦終了。大体片付いたか。ふぅ、よかったよかった。父さん無事？なんとかね。おお、よかった。なんだこのゲッター戦レベルは。ん？どうした博士？ピョーンって、なんだ、何が起こった。元気そうだ翔くん。ブラ痛いて、まさか入ってたの研究所の中に。ブラ痛いて、覚えていてもらえて光栄だな。君たちが頑張っている間にちょっと研究所に細工をさせてもらう。またですか。何、立花研究所もセコもしてない感じ。やけセコもしとけよって言うたんよ俺は。と、細工？まさか。と、興味ある実験とは思わないか。ゲッター戦の大量照射によって人類がどうなるか。あれか、
無惨みたいにね、普通の人間に大量の血を与えるとどうなるかっていう実験か。鬼ってそういうの好きね。と、猿からゲッター戦によって人間に進化したように、今度は人間がどのように進化するのか。まあほとんどの人間は死んでしまうんだろうがな、進化の前には取るに足らない犠牲だと。そんな許さない。その前にセコムをしといてた方が良かったんだよ。めっちゃブライの顔がドアップやね。許してもらわなくて結構、もう会うこともないのでね。そうとは限らないですよ。ああ、もうめっちゃスタコラさっさと行っちゃったよ。どうする？立花博士と、ゲッター戦の放出は止められないが、これに、指向性を持たせ、宇宙へ向けて放射することができれば、なんとかなるかもしれん。まあ、被害をなるべく最小限にっていうことか。指向性、どういうことなんだろうね。そんなことができるなんて、さすが博士。止められてたらもっとすごいのに。と、炉心の限界まで時間がない。全員至急ここから離れろ。おお、第三第三。ボカーン。おーおーおお。急な処置だったが、なんとか対処できたか。今後はセコムしようぜ、博士。もしこんな高密度のゲッター戦が世界に広がったら、世界は一体どんなことになっていたか想像もつかん。百鬼帝国、恐ろしいことを考える奴らだ。これ以上鬼を増やしてはいけないようだな。ゲッター炉心の大爆発のため一時避難していたゲッターチーム、再び研究所に戻った彼らを迎えたのは見たこともない異形の生物たちだった。次回、ゲッターロボ大決戦、ファーストコンタクトにチェンジゲッター。おお、なんかねえ、すごいことになりそうやな。またね、百鬼帝国だけでもなかなか強いのに、これ以上なんかグロテスクでやばそうな敵が出てきたらもうやだぞ俺は。ねえ、まあ言うとりますけれども、まあ次回の、ゲッターロボ大決戦、どういう展開になっていくのか、お楽しみに。それではバイニャラー。